タムエルキ第2の7章王が自分の家に住み、主が周囲のすべての敵から守って彼に安息を与えられた時、王は預言者ナタンに行った。ご覧ください。この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に留まっています。するとナタンは王に言った。さあ。 あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなったとともにおられるのですから。そのようなことである。次のような主の言葉があなたにあった。言って私のしもべダビデに言え。主はこうせられる。あなたは私のために私の,私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き登った日以来、今日まで。 家に住んだことはなく、天幕、すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエル人のすべてと歩んでき、えー、たどんなところで,でも、私が民イスラエルを牧瀬をと命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。今、私のしもべダビデにこう言え。 の主はこうせられる私はあなたを羊の群れを覆う牧場から取り私の民イスラエルの君主としたそしてあなたがどこに行ってもあなたと共におりあなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼうした私は地上の大いなる者の,の名に等しい大いなる名をあなたに与える。 私が私の民、イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおのくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民、イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたを全ての敵から守って、 安息を与えるさらに主はあなたに告げる主はあなたのために一つの家を作るあなたの引かずが道あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる彼は私の名のために一つの家を建て私はその王国の王座を徳島でも固く建てる 私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に、 徳しえまでも続きあなたの王座は徳しえまでも固く立つナタンはこれらすべての言葉とこれらすべての幻等をそのままダビデに告げたダビ,デはダビデ王は言って主の前に出しそして言った神主よ私が一体何者であり私の家が何であるからというので あなたはここまで私を導いてくださったのですか神主よこの私はあなたの恩目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にもはるか先のことまで告げてくださいました。神主よこれが人の定めでしょうか神主よこのダビデはこの上、あなたに何を付け加えて申し上げることができましょうあなたは、 この下辺をよくご存知です。あなたはご自分の約束のためにあなたの未国のままにこの大いなるこの全てを行いこのしもべにそれを知らせてくださいましたそれゆえ神しよあなたは大いなる方です私たちの耳に入る全てについてあなたのような方は他になくあなたの他に神はありませんまた地上のどの国民があなたのためのようイスラエルの のよううでしょう神ご自身が来られてその民をあがないこれをご自身の民としこれにご自身の名を置かれましたあなたはご自分の国のためにあなたの民の前で大いなる恐,恐るべきことを行いそのこの民をあなたのためにエジプトからそして国々とその神々からあがなってくださいましたこうしてあなたの民イスラエルを常しえまでもあなたの民としてたたえられ 立てららられれままししたたた主よあななは彼らの神となられましたどうか神主よあなたがこのしもべとその家,家について約束されたことを床島でも守りあなたの約束通りに行ってくださいあなたの皆が床島でもあがめられ万軍の主はイスラエルの神と言われますようにあなたのしもべダビデの家が見舞いに固く立つことができますように イスラエルの神、バングの主よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり私が,私があなたのために家を建てると言われました。それでこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今神、主よ、あなたこそ神であられます。あなたの言葉はまことです。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して 御支援に御前に続くようにしてください神しをあなたが約束されましたあなたの祝福によってあなたのしもべの家は御支えに祝福されるのです